はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。ジョンソン、はい、というわけで、やってきましたが、ちょっとまたローテの、マスターランクを目指す的なやつをやってみようと思うんですけど、やっぱネクロかな。ネクロをちょっともう少し改良していきたいかな。取れるアクションがもうちょっと欲しいよね、実際。まあ、最終的に結局アイシャちゃんでバーンってやっちゃう形にはなるんだけど、間のアクションがちょっとやっぱ足りないかなと思ったんで、まあ、とりあえずなんだけど、ネクロアサシンとか、オルトロスを、これ一発でもいいからかましていきたいかな。これだけで、だいぶ、取れるアクションは変わってくるはず。ブリンディちゃんか、もうちょっと悩ましいんだけどね。運が良ければ勝つからな。でも、まあランダムにはなっちゃうからね。っていう。まあ、問題あと枠開けられますかってところでね。まあやっぱあれ周り軽すぎてもしょうがないので、まあしっかり打点を刻めるところが理想かな。割とね、陰鬱ちゃんはいいっちゃいいんだけどさ、手札増えないからな。まあ、手札交換にはなるんだけど、捨てるカードが一応微妙ってする気がするんだよな。だから1枚ぐらいでいいかな。まあ、ね、スペック、やっぱちょっと21のスペックが多すぎるんだよな。2コス21が。やっぱね、ある程度場持ちが弱ったりする方がいいんだよね、ビートダウンするなら、気がするんだよな。だったら、メーガちゃんとか、ちょっと、使っていきたい気がするんだけど。ね。っていう感じですが、まあ。とりあえずこれでやってみよっか。やっぱフィニッシャーがいるからね、そういう敵の方が安定感は増すと思うんだよね。でもな、やっぱ打点っていうかアタッカーのスペックが低いんだよな、しょうがないんだけど。まあ、アイシャちゃん、まあ、ぶっちゃけ言うと、打点も10点入ればいいだけだからね、相手が回復なければになっちゃうけど、ね、打点が10点あればいいって話で。で、この敵もちょっと作り変えたいかな、やっぱりね。あ、これ一応作り変えたんだけど、なんならこっちっていう話でこっちも組んだんだけど、これもちょっとやりすぎた。で、この、ここさすがにこれ重すぎだし、やっぱちょっと軽めである程度打点刻める。っていうかね、ペース的な話もあるからね、ある程度速攻型というか、の方が、マスターランクというか、ランク上げるのは向いてるかもしれない。一試合一試合が長すぎるし、ねっていう。ずっと長期戦やってるときついからね。疲れちゃう。あなたらやっぱビートダウンとかするタイプのラグラグかったりするかもね。メタルウィーズちゃん。ね。この子何気髪って結構髪短い？なんか割とロン毛のイメージがあった。わー、出たー。逆にだよね。いい、ビートダウンしていこう。パパ、ママ、ルナを守ってね。結構消滅させてるんだよね。指導展開、発動。結構消滅させてきますからね、この人。デーモンイーターじゃちょっとさすがに心もとないな。ああ、ナイス、イブリシアちゃん。いいよ。ワンチャン、シゲツちゃんは1ターン目から1人置いてきたいんだけどな。さすがに引けないかな。あ、引けた、引けた。やるじゃん。月も命もやがてはよろしくね。まあ、この子が何点刻めるかだよね。この子1人で10点刻んでくれてもいいんだよ。あ、とりあえず1点は増えたね。でかい。結局、10ターン目までに、割と分かりやすい展開だと思うんだ。この時は本当分かりやすいデッキ。まとめて処理さえされなければ結構、お、マジか、事故ってんじゃん。で、ここでゴブってくじゃん。次のターンオルトルスさせるでしょ。かけてみては、ね、かけてみては誰か教えて。いいね、いいね。これは結構理想的な流れじゃない。あとはしっかりとアイシャちゃん持ってくればいい。で、あとネクロマンス10あればいいんだよねって話になるから。才能がなくたって硬い。
ここなんならあっちの方がいいな。まあ引けないよねって話か。なるほどね。オルトロスでもオルトロスでいいよね、ここは。冥界第2位の前にて。あ、そこになっちゃうんかーい。これいつまで？あ、ずっと上がりっぱなしか。じゃあここがいらない。誰か教えて。俺ちまった。開けてみて。眩しくてだめ。っていう感じになるのか。まあまあまあ。まあ、オルトロスは理想的にも出せた感じがあったけどね。綺麗な月。逃げるのごめん。おお、ゼロなんだよね、これ。キャインキャイン。なんかぶっちゃけてこの時点でもう10点入ってんすよ。あとはネクロマウス貯めたりすればいいんじゃないって話だよね。カビカビつけたごめん。レモンイーターか。なんならありだな。なんならね。ここは繋げていくってのは熱いよね。いっちゃう？いっとく？一本いっとこうか。餌は餌らしくしてなさい。逃げるごめん。あ、引いてきた。アイシャちゃん、ちょっとテキストもう一回読もうぜ。進化、あ、なんか、エンハース10だけなんだよね。エンハース10の時だけ失踪を得るから、失踪は決定なんだよね。進化で2回攻撃なんだよね。そこよね。なんならあれだよね。もうゴーストとかでも多分結構ビートダウンできるし、このイブリッシャーで1点入るでしょ。まあまあ、いいですよ、そこは。あとは PT10 まで。ワンチャン相手が回復一応あると思うけど、チビチビ刻んできゃいいんじゃない。アリエちゃんでも1点入るね。いいんじゃないって話だね。私の羽は黒くなったの？で、ここはどうしよっかね。もったいないよね。進化圏、まあ一応かな、やることやった。だって仕事しますか。で、プレイヤーに来てあげて削っていく。大丈夫、死んだら神様が待って。これも仕事よね。でもなんかさっきみたいに1点飛ばしてくるやつなんだっけな。スペクターまで出すか。いっか、まあ出してってもいいか。私寂しい。結局ネクロマウスは稼ぎたいからね。なんでだからハコンちゃん出せばよかったか。ハコンちゃんはネクロマウス4使われてないんだよね、俺。失敗したかも。スペクターじゃなくてよかったかな。ハコンちゃんでよかったかもしれない。因果に身をよじりつけてた。だよね。寂しい。行くぞ。まあ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 。世界の限界を知りなさい。結構すごいね。ここデーモンイーター欲しくね。デーモンイーター引けなかったな。ネクロマンス4ここで使いたくないんだよね。絶対使っちゃダメ。誰か教えて。まあ何でも何だったら5点まで持ってっちゃえばいいのか。あー、それやったらハコンちゃん出してもいいな。ネクロマウス10いらないかもっていう。ん？違うか。あ、でもそう、2回攻撃いらなくなるんで、残り相手が残り5以下だったらね。っていう話。おばあちゃん、見ててね。まあ、いっか。遊ぼう。まあ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 。やったー、大成功。これさぁ、どうなんだろうな。いいか、試しにやってみようか。魂って鮮度が大事。後に戻り一番いい。憎い。で、これで一応詰めに行って、まあ2回攻撃じゃなくて、相手がライフ5、もう5以下だったら、エンハース10だけでいいんだもん、ね。敗北を認めよう。あ、終わった。終わったー。あれ普通にビートダウンできたぞ。まあ相手事故ってたもんね。はーい、勝った。まあそりゃ勝てるかって話だわね。まあ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 、一応目指せてるかな。まあなんだ、結構一点相手ライフ削るカードが結構あるからな。次このね、塩素の声とかも割とガン詰めに変えてもいいかもしれないんだよな。
これ切り替えようかな。ここからこっちに2にして、こっち3にしようかな。まあなんか結構ライフ削っていくの重要だからな。オルトロス。オルトロスもう1枚ぐらいあってもいいかななんて思ってみたりもしなかったり、したりしなかったりだな。まあまあ、とりあえず毎回これでいこっか。この次のランク上がるまでにさ、あと30勝ぐらいしなきゃいけないんだよね。てかさ、勝って100で負けて70ぐらい減るじゃん。全然上がれないんだけど。全然上がれなくないこれ。どうなの？あ、でも連勝ボーナスとかあったっけ？あった気がするな、そういえば。出た。ネメシス多いね。パパ、ママ、ルナを守ってね。何時らに安寧を与え。しげつちゃん持ってる。多分ニコッとなんか握ってこれるでしょうと思ったけど、まだわからない。まあ全然まだ引けるよね。高校やし。よろしくね。知ってる。そのフフフはよろしくねなの知ってるから大丈夫。デモイーターか。まあまあまあ。月も命もやがてはかけら。なんだったら次だったらデモイーターありだね。しげつちゃん出してからしげつちゃん食べちゃうのもありだけど、まあ生きてればね。生きた。生きましたね。まあいかにね、相手のライフを10以下にするか。かけてみては。それが結構重要なんで、まあこれは結構ありだね。餌は餌らしくしてなさい。盤面はあんま残らんけど、まあ息切れはしないよね。ああ、イブリシャちゃんいいね。次はでもあれかな。結構今回はドローで。才能がなくたって。ただ相手の盤面が相手の盤面処理できない。あらー、まあ。満足したわ。ああそういう感じね。結構辛いなこれ。盤面に向けて歌なんて。まあ、ハンドきっちり増えるから、まあいいんじゃない。次のターンね。いたずらちゃん進化で。いやいたずらちゃん。おおめっちゃ処理してくるよ。あなた届いて。めちゃくちゃ処理してくるよ。事故ってるし、まあそれはそれなんやけど、あら事故ってんのかい。にゃん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 。まあデモイーター取っといて、この後2体ぐらいプレイする。いやーね。いやーなんか進化圏、いや使うけどね。いっか。おばあちゃん見ててね。結構悩ましかったな。やったー大成功。こんな感じ。俺ちった。肉多分次イタズラちゃん進化するのが6ターン PP6 の時に出して、やっぱりこのデーモンイーターとのコンボをやる。てかハンドめっちゃあるやんね。ただその代わり、あー D4 か。オッケー。あ、そっか、ゼロなんやな。結構ゼロでアクション取ってくるな。あ、アイシャさんめっちゃ引けるやん。これもガンガン行こうぜだよね、作戦で。手札を、すごいなんか、ハンドがめちゃめちゃある。飛び込みつけたごめん。いいことなんだけれど、なぜ私の羽は黒くなったの？ち、まあまあ、刻んでいこうか。まあ、あと5ターンあるからね。まあ、なんなら挨拶なんで。ドラフェの根は君の支配者。まあ、相手の盤面処理していきながらやっていけば。空だって自由に飛べる。始めよう。いやーでもバーストしちゃうんだよな。本当はやりたいことはあるんだけど、ここは一回我慢しよっか。我慢するターンかな、ここは。ほんまかな。ほんまですかって感じだけどね。てかまあ息切れしないのはいいことだけど。なぜ私の羽は黒くなったの？なぜ私の羽は黒くなったの？で、何がいらないかだな。捨てるカードあんまないんだよな、今。
レーモニターもぶっちゃけると捨てたくないんだけど、ここも捨てたくないんだよな。まあ、いっか。魂の馴染み。餌は餌らしくしてなさい。オルトロスが引けた。んで、一人倒そっか。ルナと遊ぼう。うん。聞こえるのよ。でも殴り合いしてもさすがに、こっちも結構勝ち見えてるとこが、勝ち見えてるというか勝ち見れそうなとこがあるんだよね。もう少しでも削っときたいかな。誰か教えて。ここは削っていこう。一応オルトロスも今引いてるから、まあ割かし強気にいっていいかも。うん。あ、でも全員に1点取らせて。武器なんて山ほどあるさ。なくてよかったか。いや、まだわかんねえ。あー、それじゃないよね。オッケー。ペロリロリン。重力制御開始。オッケー。耐えたね。あ、私の死を見る。ああ、処理してる。戻れないのね。命を眠る。重力制御、フルパワー。戻れないのね。これで俺とは雑誌のうまみがないね。あ、メフシンか。メフシン美味しいかもな。あれもらうの結構強いな。もらっちゃうかな、あれ。もう少しマシな魂はない。魔人復活の礎となりなさい。で、ここであと1点、あ、でもイタズラちゃん進化で1点見れるから、相手ライフを10以下にできるチャンスはあるね。OK。で、これ結構プランがなってる。で、ネクロマンスがしっかりと増えた。あらー簡単だな、それ。それ結構簡単だな。簡単にやってるんだよな。アイシャちゃんめちゃめちゃ弾けるやん。もう全然いけるな。あともう、アイシャちゃんぶつけていくゲームになってくるね。いいね、フィニッシャーがいると。安定感あって。ここは、おばあちゃん、見ててね。進化して、見せてあげる。あと1点削る。やったー、大成功。で、こんな感じだっけ。憎い。憎い。で、相手は回復してもある程度って言って、これ食べて。餌は餌らしくしてなさい。ねえ。で、なんか引いて、2コース引いた出していく、オッケー。さて、仕事しますか。で、盤面オッケーじゃん。ほんでだ、あと2ターンだね。あと2ターン生き延びて、アイシャちゃんぶち込めば勝ち。武器なんて山ほどあるさ。また相手が死後とか出てくると話変わってくる。へえ、結構すごいね。はい。そこで相打ちか。おばあちゃん、また歴史を変えちゃうわ。はい。さて、ここですね、ここ。メイフシン打ってあそこ処理しておくというか、この単純にあそこ確かに処理したい気持ちはあるんだよな。まあ普通に3コスでメイフシン打てば良いのではないかという感じかな、ここは。まあ、とりあえずオルトロス出してから考えるか。冥界第2位の魔炎にて。おっとっと。そこが落ちたか。ああ、よかった、ここが倒せるからいいかな。無理せんでええかな、みたいなのがあるよね。で、ここベルエンジェルの立てて壁で耐えていく。ピンドーン、ごちそうじゃない。で、ここは次のターン壁が来なければアイシャちゃんでゲームエンドか。わかりやすいできた。はい。重力制御開始。この時点で勝ち確か。なかなかいけるね。悪くない。ごめんね。私はお前に終わりを告げる。で、いっそ消えろ。これが命の力。
っていう感じだね。オッケーオッケー。まあまあコンセプトは見えてるね。オッケーだね。うん。お、もらった。はーい、勝った勝った。まあ一応分かりやすさはあるかな。うん。そうだね。息切れもそこそこしないし、まあいいかな。だいぶ落ち着いたというか、うん。形は見えた気がするね。ただしばらくはこれで頑張っていこうかな。うん。まあある程度1試合も早いかな、うん、と思います。多分ね。失礼。カストール。いや顔立ちが女の子っぽいよね、うん、中性的というか。さあ次の相手はどうなんだろうか、うん、パパママルナを守ってね。手加減なし。よろしい相手だと場合どうなんだろうね。まあ、ゴブゴブは持ってていいかな。あー、さすがにその都合よく毎回引けないよね。しげつちゃん。しげつちゃんは多分さっき上から引いてんだよな。しげつちゃん。あ、引けたな。俺、うまいな。自分でもなんだけど。結構カードゲームね。そういうとこあるよね。ただ、問題はミコストがいねえっていうことだね。しかも上から引いてみせるか。よろしくね。よいっしょ。OK、1点刻めた。でもこのね、1点刻めるかどうか結構重要だからね。オッケー、ナイススペクター。開けてみて。まあ、タフネス1ですごい心配なんだけど。私、寂しいの。少し心配だが、しかしって感じだ。うん。次、ゴブゴブだかな。一応打点があった方がいいか。ね、はい。でもまだ、しげつちゃん1点殴れるよ。これ結構重要。開けてみて。ダメ！ここがゴブゴブの方がいいかな。次のターン、2で。持ってきたニコスみたいに並べられるから、うん、まあデモンヒーターとか、まあ言ってならエティリレしないからそれはそれでいいか。うん。ああ少し処理して、あれは処理しろって言われたな。うん、車線放置はできねえかな。さて仕事しますか。開けてみては。そんな眩しくてなごめん。でここを食べるか。餌は餌らしくしてなさい。しげつちゃん活躍しない。綺麗な月。活躍していく。うん。まあ、ちょっと息切れが、でも息切れしねえか。ここあるもんね。ここは二人いるから、フォードができるからね。書に記されぬ知識を求めて。これで決めるわ。まあ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 。カビの生えた知識に興味などない。そこ一体か。結構すごいね。そこ一体だったらあれスルーしてもいいかな。ああそれ強いな。ネクロアサシンでいいかな、ここの処理。ああね。ごちそうじゃない。ダメ。聖者ってうるさすぎ。興味深い。まあネクロアサシンはねこういうアクションが取れりゃいいから5つ目でいいかな。マジックスタイルと、まあ、ルーンの貫きかなんかで欲しいのか。オッケーオッケー。何も聞こえない。あ、ここいいな。ここいいね。最初のターン、純真ちゃん2枚張りいいね。で、ハンドとか場を整えていく。あ、ゴブゴブでもいい。うん、なんならゴブゴブでいい。カビカビつけたゴブ！うん。はい。万人に向けた歌なんて。ターンを渡していく。さあ、あと6点なんとかして削っていきたいね。まあ、結構、なんだかんだでイタズラちゃんいいな。イタズラちゃんのゴーストが結構仕事してくれるわ。ただ相手ドロシーだからね、展開された場合処理できねえんだよな。刻ましてくれないね。なかなか刻まない。イブリシアちゃんいいね、イブリシアちゃん。イブリシアちゃんなかなかいいカードだな。好きだわ、このカード。私の羽は黒くなったの？そんな。万人に向けた歌なんて。あ、いいねいいね。なぜ私の羽は黒くなったの？でね、あと4点。1人生き残れば1人進化アタックで4点持ってくか。それも熱い。ないのね。あーでっかい
でっか。あー、やっぱ。あら、やばい。あら、やばいですね。それはやばいな。こうなってくるんだよな。ここ耐えないといけないんだよな。さあ、どうしよう。さあ、どうしようって感じだよね。これきついね。かなりきつい展開になってきたな。あー、だ、並べすぎよ。オッケーオッケーオッケー。進化してくれたのは裏ありがてえ。ハコンちゃんでそこ殺せることで確定した。オッケー。一番でかいとこだもんね。戻れない、痛い。私、さあここよね。ここどうしようかな。届いて、怖いよ。だいぶきついね。急に劣勢になったよ。しかもあと4点入れなきゃいけないんだよ。こっちそういう使命があるんだよ。つらいね、つらいね。魂って鮮度が大事。あれ一応オルトロスにかけるか。オルトロスにかけるしかないのか。つらいね。オルトロスにかけるのか。4号でオルトロスだと弱いか。どっちだ。イタズラちゃんの方が強い。確定要素はあるな。イタズラちゃんかな。お坊ちゃん見ててね。さて仕事しますか。やむを得んっていうところで、やったー、大成功。こんな感じ。ちょっと調子が悪かっただけ。辛いけどね。どっちがいいんだろう。どっちでもいいか。でもこいつの方がうざいな。まあ多少ネクロマンスを払ってしまったが、それは仕方がないこと。さあどうしたもんかね。私は貴様らを許容し、いっぱい出てくんな。ゲイだ。あーやっばいっすね。逆に言うとここ乗り切ればなんとかなるか。これで終わりよ。ここ乗り切ればなんとかなるかもしれない。取りに来たな。超みきつい。超みきつい。アイシャちゃんでさ、なんて2体倒せんのか。アイシャちゃん出すしかないんじゃねこれ。強要された。しょうがないな。魂って鮮度が大事。で2点でしょ。あー一応全員処理できんのか。頑張れば。死に様だけは選ばせてみた。進化してないからダメなのか。あーダメか。どっちにしてダメなのか。今1人しか殴れないんだもんね。あーこれはまあダメか。ダメなやつか。1体残っちゃうね。負けたか。負けてんのか。ダメだね。ダメだ、負けてるわ。負けてるやつだわ。残念。永遠をさまよう。いっそ消えろ。いっそ消えろ。ジュルリー。負けました。帰還する。残念。すごいすごい。展開力高え。どっちみちだよな。私の魔法にひれ伏しなさい。ナイフ殴れなかった上でこれだもんな。負けちゃったけど。いやー、やっぱドロシーきついね。ドロシーどうしよう。どうしよう、ドロシー。ドロシー相手はかなりきついんじゃないこれ。ってちょっと思ったな。ドロシーはきついな。きつくないっすか、ドロシー。ドロシーきついぞ、これ。あのサイズとか展開されたら勝てないぞ。まあ、基本こっち小粒やからね。ドロシー対策、ドロシー対策。この状態のネクロ、この状態とは言わず、とりあえず後半でも何でもいいんだけど、ある程度全員にダメージ2点とかばらまけるカードが欲しいよね。オディール?オディール1枚ぐらい入れとく?でもオディールいたとしてもさっきの場面ひっくり返せなかったけどね。ティナちゃん、
ティナちゃん。いやー、でもティナちゃんいつも変わんないよね。結局、エテトラちゃんとやってることあんま変わんないからね、ティナちゃんって。なんなら、スペックで言えばこっちの方が5、4とかになるからな。あー、そっか、ドロシーか。ドロシーねー。オルトロスをもうちょっとさせてれば、てか、まあ、序盤しっかり除去されちゃうしな。あと、タグネスが1なんだよね。こういう、この子たち。そこよね、実際ドロシー来てマジックミサイルでこの辺処理されちゃうっていうのが辛いわな。あー、これ困ったにゃー。困ったにゃー。そうなるんだよね。ドロシーは諦めんのか？諦めちゃダメだけど。相手の展開力高かった。まあ確かにちょっとドロシー出てくるターン早かったけど、それでももうちょっとやり終わったんじゃないかな。あとはなんかもうちょっとライフ焼けてれば、ニソアのアイシャちゃんで逆転を狙うチャンスもあったかもしれないけどね。逆転というか隙間を縫って一気に10点持ってちゃうっていうね。いやーでもないね、正直言うとないね。ないですね。きついですね。きついでちゅ。ベルエンジェル一回この手やめようかな。後ろ向きなことやめて一回もうちょっとさ、なんか攻撃的な、アクションを見てってもいいかもしれないよ。まあ、ネクロダシはちょっと使いづらいから、ウルトラサを入りとして打点出るからね。で、あと一人誰かもう、絡めてよ、もう一つ。意味ないんだよ。あんまなんかこのすり抜けってさ、結局 10PP10 フルで使っちゃうから、その前のターンで準備して、でも相手が結局守護出してきたら突破しなきゃいけないんだけど、できないんだよね。あんま意味ないんだよね、からこういうカードはね。ああ、ここか。ああ、でも実際ここ、エンサーあれば結構さっき強かったよな。ああ、でもな、2体処理できただけか。まあ、それでも違ったかもしれないね。エンサでもうちょっと刻んでいくというのはありかもしれない。ここ1枚分解できるね。そうだね。そうだね。あとは、まあ、もうちょっとね、こういうスパルトイソルジャーみたいな、ダンジョンクサージャー、スパルトイサージャーとか、こういうカードがあってもいいんだけどね。なるほどね。っていうことですね。わかりました。まあ、あとは欲は言えないね。まあ、実際、あと、しげつちゃんも欲を言えばゴブリンでもいいんだけど、スペックで言えばね。お尻が硬い方が強い。まあ、でもまあ、一応、いいんじゃない？ある程度は、まあ、やっぱこのフィニッシャーにつなげられるかどうかっていうところは、結構重要な気がする。いかに相手ライフを10以下にするか。だね、そこだね、重要なのが。まあ、若干やっぱりね、場持ちが悪くね、普通のネクロより悪かったりするから、なかなか辛いところはあるんだけどね。スケルトンとかでああいう展開していけばもっと楽だからなってのはあるんだけどさ。まあ、その辺はってことで。いや、これはこれ。まあ、全くやれないわけではない。ちょっと辛くても頑張れるということで。最後にじゃあパック向いて終わりにしようかな。まあまあ、一応見えてきたかな。やれんことはないと。で、このもらったチケットだけ開けて。ルピア死んだまで取っていく。もう結構そこそこ貯められるんじゃないかな。2000ぐらい貯められるかな。どうだろう。何が出るかな。何が出るかな。プレミアムかこれ。破壊、破竜、激震。まあ分解するカードだね。っていうか全部いらないやつだね。まあいいでしょう。分解できるからね。はい。というわけで、予兆カードだけ分解して、ね、残りは裏で適当にやっておきましょう。あ、ねえ。はい。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。